1976年の千剣駅と周囲約500メートル範囲。左が、正木方面。島式ホーム一面2線のほか、駅裏に留置線が敷かれている。駅舎とホーム間にはかつては、貨物積み下ろし線が敷かれていたが、この写真の時点では、函館方が切られて、駅舎横ま先側にある、すでに使用を止めた貨物ホームまでの補線用、引っ込め線となっていた。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1見駅は北海道正木郡福島町和座1 0にかつて設置されていた北海道旅客鉄道正木線の駅である。電報略号は世家。松前線の廃線に伴い福島町で最も長い歴史を持つ駅であったが1988年2月1日に廃駅となった。 廃止時点で、島式ホーム一面二線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅であった。その他に、上り線側に副本線、下り線側に松前方から分岐して、レール末端部分には枕木による車止めが、設置された行き止まりの側線を一線有していた。この側線に接して、旧貨物ホームが残存していた。最終営業日まで、 無人駅扱いの運転取扱い要員のみが配置されていた駅であった。乗車券類の販売は簡易委託化されていた。駅舎はホームの東南側に位置し、構内踏切で連絡した。ホームはジャル式であった。当駅が所在した地名より、地名は近辺に存在する山、大仙円岳の名前に由来する。1628年、この山に近郊が開かれ、 開発で1000件の人化があったためにこの名になったという。駅舎と駅構内施設は撤去され、2010年時点では駅跡地に登山者用の休憩施設が設置されている。ありがとうございます。